あの当時、うん、ロサンゼルスに家をお持ちでしたよね、はい、小室さん。ロスに住んでました、ね、今3000坪とかなんか出てましたけど、ね、そうですね、一緒にお住まいだったそうです。僕4年ぐらい一緒に住んでロスに。もうそれもいきなりですよ。いきなり行くぞ、行くぞ、荷物も持たず向こうで買おうみたいな。まあまあそうやね。で、まあ、2,3 日レコーディングなのかなと思って行ったら、そっから4年です。どんな家か気になります。いや、どんなん、いや、もちろんプールはある。いや、もちろん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 。スタジオ、マリブっていうところなんで。マリブ、マリブっていうロスの、まあ、聞いたことある。はい、もう隣ジャネット・ジャクソンとボブ・ディラン。じゃあ回覧板ボブ・ディラン、回覧板ないですか。英語でなんて言うんですか。回覧板あるやろ。回覧板ないでしょ。英語でもないですから。門から家まで車で2分から3分ぐらいかかるんですよ。門から車で。よく映画に出てくるじゃないですか。こう家の前に着くとこう噴水があってみたいな。キーとドア開けてくれてみたいな。そっから家の入り口まで車で2分3分。不便やな。不便。家の入り口にこう馬小屋があるんですよ。こう門のところに馬小屋があるんですけど、馬はその時いなかったんですけど、小室さん馬乗れないんで。でも馬のエンブレムのフェラーリがダン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 と置いてある。キャーすごい。そこに本当に3人とかで住んでましたから。だからその管理人みたいな人と僕と TK が、 TK が上にこう2階全部彼が住んでて、で僕はプールのところにちっちゃな小屋があったんですけど、そこに住んでたんですけどね。なんでちっちゃな小屋に住むのよ。そんな広いのに。いや、でもその小屋がまた気持ちいいんですよ。もうちょっと出るともうプールがあって、向こう崖になってて海があって、すごいんですよ。男の人ってなんかあのちっちゃいとこ狭い、あの屋根裏とか好きみたいですね。ねえ、なんででしょうね。竹内豊さんも天井低い方がいい。天井低いが好きやね、あれ。あのなんか落ち着くんよね、結局ね。すごいな。シェフとか来てご飯作るんですか。ご飯僕作ってました。あの小室さんがあまりこう食に興味がない人なんです。言わない。そうそうそう。だから細い人ですもんね。細いもん。グラブなんてドカーンと行った時にこう、じゃあ食事行こっかってこうお祝いし、3人で行こうって恵子と TK と僕で行くんですけど、で、あのまあその時は東京だったんですけど、六本木のこうすごいすごい炒めし屋がもう目の前に車降りるとあるんですよ。でそこ行くのかなと思ったら隣のデニーズ行くんですよ、TK。意外。もうグローブのお祝いが生ビールと枝豆でしたからね。デニーズもええけど、なんでデニーズ。いや、ハンバーグが大好きなんですよ。意外とそうなんやね。本当そうなんですよ。お金かけるところはもう車とかになってるわけで、そういうなんか高級料理屋さんに行ってもシェフのところ行ってオムライス作ってって頼んだりとか。いや、そういうことは言う。そういう人なんですよ。それだったらびっくりドンキーの方が美味しいと思う。びっくりドンキー大好きなの。大好き大好き大好き。あれハンバーグに特化してますから。美味しいな、そう、はい、美味しいな。ツアーに出るとびっくりドンキー。あ、行くんですか。はい、あ、行くんだ。ツアーに。オムライス食べたいんだったらそれなりのね店に行かない、うん、あのマライア・キャリーがね大阪に来た時に、うん、キューベ帝国ホテルの中に入ってますけど、あそこで食べててつまんないとか言って、ちょっとボリューム足りないから隣の鉄板焼きやから肉言ったとか言って言って、あの後でホテルの人ボロクソに言ってました。あのわがままだなスターはっていうことです。私はそんなことしてみんなどない言われる、ボロクソですわ。もう二度と来るね。二度と来るなよ。ありますよ。でまたそのステーキハウスの人もマライアキャリーやから持ってきようね。これが腹立つわ。俺なんか笑いやキャリーわかんわ。俺は今の面白いのにもう一つ受けませんでした。もう今年受けようが今日前がもうええわ。もう私はもうええ年、もう別にいいね、まあ、適当に処理して。今のだから、うん、あのマークさんは何をされてるんですか。今一人になっちゃったんで。一人でしょ。グローブが、はい、あの小室さん引退して、うん、恵子ちゃんちょっと歌えないくて、うん、今リハビリ中なんで、ね、だから一人で何ができるのかなと思って、まあ、DJ 大先輩ですけど、あーコーさんよくいろんな現場で一緒に。コーさん先輩になるね。そう、その DJ っていうちょっとまあメディアとして僕 DJ やってるんですけども、こうやって1万人の前で盛り上げて盛り上げて盛り上げて、一番盛り上がったところにディパーチャーズがある。そういうようなことをやりながら、ともし火を消さないようにと小室さんに言われたんで、絶対グローブのともし火を消さないでくださいよ。ずっとやって今47都道府県ツアー終わったところで追加公演やってるところです。なるほど、素晴らしいですね。ロスの
映画館がある家とかあったんだけど、その映画館で静かに映画を見てる姿見てないもん。途中で、え、今一番いい時じゃんみたいな、途中でパッて部屋に戻って、そのひらめきが出ちゃったら、いくら疲れてても疲れた顔を見せないで、それを形にしなきゃいけないわけで、だって全員が何かを頼んだらヒット曲にしなきゃいけないんだもん。そのプレッシャーっていうのはやっぱりすごい大変な時期だったんじゃないのかなと思う。売れる音楽を追いかけ続けた男を待ち受けていたものとは。1996年、小室は制作の拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移した。その時、共に移住したマークは小室の殺人的な忙しさを目の当たりにしていた。ほとんど眠らず、3日に1曲というペースで曲を作り続けたという。